ね。そうだね。昔の時のさ、二人とか、はいはいはい、あと最後の方の、うん、まあ、ちょっと この辺は、この放送で言うべきか分かんないですけど、最後の方の二人のシーンとか、グッとくるじゃないですか。来ました。そう、あれ、なんかあれなんです、ネタバレ中のネタバレですけど、あれ、五条先生は何て言ってたんですか？すごいところに行く。どえらいところに行く。あれ、それ聞きます？それ。音消えてるのに。みんな知りたいけど、それ。そうそうそう。いや、喋ってないから聞いてるんですけど。いや、多分教えてくれないの分かってた。みんな気になりますよ、これね。あ、そうそう、これね、メールでも、なんてですかっていう。ああ、そうですか。ちっちゃい声でいいんで教えてください。台本に書いてましたから、台本見てください、皆さん。あら、これ。なんとかしてください。やめなさい。入手。書いてある。一応書いてました。あ、そうですか。これを言いましたって。で、一応喋りました。あ、そうなんですか。レックされていませんでした。まあ演出的にカットですよね。まあ、あそこはね、もともと原作で切れてる場所なんで。あ、まあ、だけども、じゃあちゃんと、そうですね。演者としてはちゃんと演者としては一応やって、桜井さんと、まあまあ、ゲトに投げて。それを受けて。聞いて、リアクションがあって。でもそれやっぱ、あるのとないのじゃ全然ね。いや、違いますね。いや、そうだよね。いや、まあ、グッときましたね。はい。グッときました。なんであんたもグッときてるの。なんで全員グッときてるの。仲間いいなって思いながら。ゲトーと桜井が同居してますから。その瞬間。中野さんどうでした、そのほら。